どうもおはようからこんばんは、殿でござる。太閤立志伝を続きをやっていきましょう。前回から、結構いろいろ内政やりまして、いろんな勢力図、見てもらうと分かるんですけれども、前回ここまで広がって、でいろんなね鉱山とか、あとは神殿開発、あの辺をやってね、いろいろこの城に兵糧とかお金を集めやすいようになんとかいろいろこなしていたんですけれども、まず主人公、はい、ついにスキルが全部マックスになりました。録画外でね、霊峰の方をちょこちょこっとやって、あとはアイテムのドーピングでもうステータスが全部プラス10になりました。いやでもね、結構魅力高いんですね。武力はもともと96あったんですけれども、統率はそこそこある方かな。で人物配下、これでねまたいろんな、おっと赤松さん対今川の守りの要として、岡崎を守っていらっしゃる、赤松さん、どうやら病の様子、他にもね、あとは柴田長篤、彼を加えまして、で加えた時から過労だったんで、大垣の方の城主に任命しました。過労じゃないとね、城主にできないんで、結構ねいろいろ獲得した武将たちで、もういいかなっていうのはね、あちこち振り分けているんですけれども、結構ね限界があるんですよね。あとは上杉海活、君校2400か、見てると君校順に並んではいますが、過労になるまで3000なので、まだしばらくはかかるかな。で本庄君はね、今弁舌を上げております。もともとステラスは平均的なんですけれども、なぜかこの礼儀正しい子に育っていったんで、あとはこう口が達者になれば、この柳生家の外交官として立ち回ってくれると思うんですよね。あとは柿崎もここまで成長しました。あとはね、いろいろ権禄とか、あと津軽さんとか、いろいろ成長させている武将いるんですけれども、おっと石川さんも病気か。あとは佐久間くんね、いろいろ彼もドーピングして強化していますが、彼とはねいろいろあった、私の親友なんで、できるだけドーピングさせて能力は上げていきたいなと思っているんですが、価値の高いアイテムっていうのは、有限なんで、使いどころを間違えてしまうとね、いろいろ苦労するんですけれども、この選択はね私は間違っていないと思うもっと軍事面強化してくれると結構使いやすいんですけれどもね。ですが私が城主になった頃、結構財政なんで、その時に彼が率先して算術を覚えてくれたおかげで、結構いろいろね助かるところもあったんですよね。あとね、いろんな武将がまた入りまして、結構ね面白いのはね、この辺織田信勝が入りました。浪人としていたんで加えたんですけれども、雑魚キャラですけれども、初期で弁舌がにあったんで、世渡りは上手い方なのかな。そんな彼が加わりまして、あと他にもね、彼の兄弟の織田信孝も入りました。彼はなぜか牙が最初から2ある状態なんですよね。外交が低いのはしょうがないかそれ以外はね、まだ武力統率は使えなくもない方なんで、その辺強化していけたらいいんですけれども、結構足軽組頭が多いんですよね。あとは鬼小島弥太郎も加えました。ただね、こう足軽組頭って結構使いづらいんですよね。初期兵力が1000しかない、かつ育てるにしてもね、修行させても覚えてこないといわゆる勲功が上がらないので、なかなか育てづらいところはあるんですよね。稲さんとか、あとは大久保さん、酒井さんみたいに算術を強化していれば、どんどん兵糧売却とか、ああいう系をさせて勲功を上げることはできるんですけれどもね。あとは織田信忠、彼も順調に育っていってはいるかな。とりあえず修行に出させて、適当にブラブラさせて、どんな風に成長するかなって、楽しみにしているんですけれどもね。そんなこんなで、じゃあ今回何をしていくかと言いますと、この勢力図、近畿で結構、いろんなまだまだ残っている勢力を片付けていこうと思います。まずは城から出ましょう。いろんな宣戦布告をしていこうと思うんですけれども、六角様ね、ちょっと試しに、やってみたんですけれども、六角上帝さんの親密度は下がらなかったんですよね。
なのでこの細川藤孝さんがいらっしゃる坂本城歓迎してくれてはいるんですけれどもね、残念ながらね宣戦布告させていただきますよ。いや覚悟するのはこちらのセリフだ。でこっそり忍び込む。はい、するとね超歓迎してくれるというとりあえず茶でも振る舞っておこう。まあこれは私からの挨拶だ。いや襲撃はしないですよ。あの前回みたいにね襲撃したところを出るとあの北畠智則くんがいると非常に困るんですよね。ちなみに智則くんはね岡崎の町で浪人としているんで結構ね外出歩くのがね怖いんですよね。結局この辺やっぱりブラブラしているんでまたね病気のところを遭遇して切られる可能性もあるんですよね。まあ、今川あたりに仕官してくれるとね今川ごと潰してやるんですけどね、そろそろ彼とは決着をつけないといけないかなとは思います。というわけで本拠に帰ろう。ちょっと待って、よかった吉成か。あぶねえあぶねえ怖いんですよね。ちなみに私は居城を岐阜城へと買いました。いやー岐阜城居心地がいいなで城に戻りまして、まあ部下たちも、あ、直政くん修行失敗か。まあ結構ね、武将たち、まあかなりいるんですけれども、ちなみに昇進できる者はいないか。官職そろそろあげようか。佐久間信盛くん、君に若さの森をあげよう。まあいろいろね、彼ともいろいろありましたからね、まあそういった意味合いも込めてね、感謝のつもりで、まあ位を差し上げましょう。というわけで、まずは合戦。攻めるのはね、あの六角メインなんですけれども、今はね、この伊賀上野城、攻めましょう。ちなみに、私が攻めるのではなく、部隊を二手に分けましょう。佐久間信盛君、君に部隊を率いてもらいましょう。で、彼と共に行くのは、そうだな、私の普代の家臣にしようか。山名、あとはね、普代衆、結構みんな侍大将が多いんですけれども、あとは溝尾さん。他はいないか。まあ、結構ね武将に育っているものもいるんで、ねじめくん、あとは誰をつけようかな。成長してほしいなっていうのはね本田忠勝ですけれども、まあそれは私の舞台に加えましょうかね。足軽組頭か、こっちを選んでいってもいいんですよね。まあね、つついぐらいならね怖いのは島左近ぐらいなんで、まあ援軍に来ても大した兵力ではないとは考えてはいるんで、この辺から出そうか。カスヤ、あとはどうしようかな、この辺本田さん、あと信勝で水尾さんにしようか。この面々で兵力は9000。信盛よ、お主の活躍を期待しておるぞ。で私たちはまあまずは攻める前にまあ指名伝達でまあメイン、まあ攻める武将以外にまあ指名を与えておきましょう。さて指名伝達終わりました。では合戦、相手はこちら観音寺城の六角城邸、彼を狙っていきましょう。面々はこちら竹中半兵衛、山田さん、バンちゃんに佐久間、この面々でいきましょう。まあ結構ね強いと思うので、あとはね援軍要請ならば柴田長津、彼に援軍要請をしましょう。この面々で攻めていきますよ。六角さん欲しいからな。お、柴田さん心よく応じてくださいました。わざわざ私と合流しなくていいですよ。でこちらはお、信盛くんか。で私が攻めるのはこちら、まずはその直前まで進軍しよう。でここでその場で待機、できるだけ味方の援軍と足並みを揃えましょう。よし来た、ならばこれで攻めていこう。まあ城の調査はしていなかったんでどこまで強いかはわからん。いやー佐久間くん、君が早いかそれとも私が早いか勝負しようではないか。まあ向こう9000ですからねあとちょっと待って、兵力1万7000もいるの、あこれやばくね相手は六角城邸、さらにはまあガモ氏里、あとは六角義晴で、ガモ貞秀、
あとは三雲さんか。三雲さんっていうとなんかこうマクロスデルタを思い出すが、まあ、三雲くんっていうとねワールドトリガーになってしまいますが、とりあえず指示を出そう。防御力が90なら皆さんが持ちこたえてくだされば私が防御力を落として攻め落とすことができる。弱いやつから狙おう。山田さんね、実はね、あの彼、まあ、修行させまして茶道がね2になったんですよ。やっとね、もともと0でなんかこう解説の方でなんかこう茶道をたしなんでいますよみたいなことを言っていたんですけれども、もともとスキルが0で、まあ、それが恥ずかしかったのか、まあ、2にまで上げているんで、まあその努力は認めようというわけで今回の戦いに、まあ、加えてはいます。どうだろう、私はガモサダヒデを狙おう。サダヒデさんどこまで強いかな。お、しょっぱな、水攻めが出ている。敵の備えの情報、武将、もう63歳か、過労か。過労は欲しいんですよね。79年まで生きるんですね。なるほどね、まあ、そこまで強くはない。ならば私は交換、まずはこの3枚をチェンジで水攻め、これを伏せてターンエンド。さあドロー。幸福勧告か、さすがに王人とは思うが、まあ、そんな大したカードを持っているとは思えないので、まあどんどん、まあ、攻めていきましょうか。まあ、そろそろ鼓舞してくるかもしれんぞ。士気が結構下がっているな。まあ、そろそろ鼓舞を考えたらこの辺のカードでも、いや、バリ増言していこう。で鼓舞をするだろう。だがその間にも士気は下げられる、防御力も落とされている。さあ弓を放とう。ほう、軍団長自ら来るか。仲がいいですかね、その辺。私を狙ってきたか、それとも本当の休日というものを教えに来たか。朝廷さんね、こちら弓がね3あるんですよね。そういうのもあってか、でかつ、まあ、大名クラスなんで欲しいなとは思っているんですよね。カードもないですかね。おっと、チェンジかと思って誤って選択してしまったが、ならば火矢。あとは相手がどういうカードを使ってくるか。サミダリ打ち持っているんで気をつけないといけませんよ。おや、煽ってくるかね。見るとね、相手をカンパーしてこないね。まあこのターン水攻めやってもしょうがないんで、サミダリ打ちは優先度で言ったらね、やっぱり爆弾の方が強いんですよね。おや、何もしてこない。ほう、後部か。おや、2番隊も私を狙ってくる。いや、大人気だね。まあガモー君に至っては私に反撃してくるといったところかね。さてどこまで相手は持ちこたえるかな。987。とりあえず耐久は半分くらいまで減らすことはできました。ならばこれで様子を見よう。お、サミダリ打ちも出た。およや、カンパしてもいいですよ。一向にカンパされる気配ないな。いいのかね。じゃあどんどん攻めよう。お、援軍到着か。まあ援軍が到着しても結局城の防御を下げる狙いでいっているんで、あんまり意味はないかな。まあ家臣たちとね、まあ勲功を稼ぐためにも援軍に来て頑張って戦って、多少でもね勲功は上げてもらいましょうかね。さあ弓を放とう。お、やっとカンパしてくるか。遅い遅い。だが残念だった。ならばそろそろ降伏勧告してみようか。お、さすがは家老、そう簡単には屈せぬか。まあ、なんだかんだ言って兵力をそこまで、まあ、いたっていうのは驚きですよね。今の状態でマックスまでいるってことは、多分2、3万は最低でもいるとは考えてはいるか。やるな。朝廷君何してくるかな。大名相手に降伏勧告しても、まあだよな。だが士気はどんどん下げられている。このターンでまあ鼓舞をするとは思うが、まあ、その間にも攻撃は加えていきましょう。まあ、攻撃する意味はあまりないんですけれどもね、どうせ防御力で落とすつもりではいますが、
だが私の兵力ももう1500人も削られている。さすがは六角やるな。まあ六角朝廷の息子は家光か秀忠、まあ、秀忠あたりかなに休日の指南、あじゃないな、秀頼か、秀頼に、休日の指南をしていたらしいんですよね。まあだが弓が使える武将は私は助かる。まあ、我が軍はね、まあ、弓が得意なものは結構重宝していきますよ。まあ、そうこうしているうちに防御力も15まで下げられた。3、2、1、これでどうだ。まあ次の日かなあたりには勝敗は決しそうだ。おっと、だがカンマをしてくる。ならばこのカードを水攻めに変えて、まあ次のターンに備えようかな。さあ援軍はどうする。大久保忠世、あとは脇坂、さらには稲葉、あとは備え大将か。村上さん、あの群馬なんですね。あとはどうしようか。ガモー君がもうすぐ敗走する。できれば一旦粘りたいところでもあるんですけどもね。そうすれば味方の空港が稼げますからね。それ狙いでいこうか。とりあえず防御力は1まで落としておこう。まあ1まで落とした。ここでどうなるか。前に我々は交代させてもらおう。さあ撤退した。お、竹中半兵衛がガモを倒した。あとは防御力1の状態で、まあ、誰かがゼロにするかもしれない。お、どうやら援軍脇坂が知ろうとした。いやーグッジョブですよ。さてこれで六角が落ちた。あ、でも私が勲功第一なんだ。いや皆の衆ご苦労であったぞ。山中くんね、一応忍びらしいですよね。甲賀の国の棟梁か。まあ君は逃がしてやろう。いやガモくん病気か。藤里くんはね欲しい。まあ病なところ不安は煽ってもしょうがないか。君ほどの実力があれば、おっと脅すではない。おお、でも殿と呼ばせていただきます。いいね。くつきはねビジュアル的にそんなにいらないな。山崎片家、まあ非常に凡庸、しょぼい武将はいらん。あとはガモー里家、関ヶ原で討ち死にした武将ですね。そうそう、まあ元々は横山喜内、彼は欲しいな。助力を求める。なんかこう3枚目キャラっていう感じの見た目ではあるが。お、ガモー片秀かっこいいな。84年まで生きるか。ちょっと入れていこう。あとは褒める。そして大神倒そう。おや、士官の望みはない。貞秀でも欲しいな。家老クラスは欲しい。おや、士官の望みはない。三雲くん家老なんだ、意外だな。じゃあ彼も欲しいな。ふむ、入らんか。やはり親密を上げねばならんか。ならば吉春の方はどうだ。入らんな。で、あとは頂点、彼はね親密度マックスまで上げているんで、まあ自害以外にもいろいろ選択肢はある。まずは登用を試みよう。助力を求める。褒める。拝み倒す。よーし、朝廷入った。おや、行き先指定で見ると、あ、いや上のまだまだ落としていないか。頑張ってはいるんですけれどもね。いや援軍に行ってもいいんですよ。さて目方の町にやってまいりました。ここでね元六角の家臣、おっとガモーたちは不在か。浪人になって、え、空港150か。150入れてもしょうがないな。あとは六角義治、どうだろう。もともと過労だった武将を加える、浪人になってから加えると、あ、でも空港落ちているから武将から入るんですね。ですね、武将からか。じゃあいいや。
タッキーとかいるな。次はね、細川を攻めるつもりではいるんですけれどもね、まずは坂本城に行って、で連兵所、兵力はどれくらいあるかな。兵力は普通か。普通って言ってもね、結構ねピンキリなんで、まあ実はあの 2,3 万いますよっていう場合もあるからな。あと1万 2,000 か。防御力は100、まあ、1万 2,000 いてもね、やっぱり結構いろいろ部下を揃えてくると、まあ結局引き入れる部隊かな、まあ、ほぼマックス近くまでなるんで、まあ、ちょっと心配かな。まあその辺は援軍要請するつもりではございますが、いや佐久間くん心配するなよ君には期待しているんですからね。お、森田兵と信孝、ほう、足軽と礼法を覚えたか。やるね。とりあえずは体力回復させておいて、おや信忠は失敗か。お、六角朝廷がいる。彼は確かもともと家老ですよね。まあ後で城主任命にしておこうかな。とりあえず輸送で結構ね兵のピンチなんですよね。うわすごい、軍資金が27万貫もある。あ、これはいいね。兵糧も結構ある。いや素晴らしい。ここまで軍資金があると、あのやりたい放題できますよ。いや六角君、君結構溜め込んだねあとは指名伝達、あ結構いろいろ返ってきていますね。あとは北条君なんかも加えましたよ。朝廷さん過労ですよね。過労をねさらに軍港を稼がせても意味はないんで、今のうちにちょっと、まあ、軍学あたりでも、まあまま学ばせておこうかな。さて、指名伝達終わらせて、今村上義清さんがいるんですけども、この指名伝達見るとね、村上さんいないんですよあのね、報告、まずは報告から先ですよ。報告を終えてからあの表情に来てほしいな。とりあえずしょうがないので、あ、でも妻が報告してくれない。どういうことだ君、私あの信長時代の私みたいに報告を忘れて表情に出るようなことはないとは思いたいが、とりあえずガモー君が病なんで、まあ、一旦薬をあげましょうわざわざこう殿がね見舞いに来るという、いやいい殿だいや報告しに来ないな。サイさん、村上さん見なかったかなあいつどこ行ったんだろう。ほら報告しに来ないじゃんどういうことだ。もうちょっと一晩だけ。おかしいな、村上くんが報告しに来ないな。あ、バンちゃん修行失敗か。残念だな。とりあえずは表情に出て、でも相手はまた村上くんいるよ。君いないでしょここにあのちゃんと報告してから来てね。しょうがないな、6月まで待とう。佐久間くんもねちょっと心配ですからね。あ、失敗した。おい信盛、失敗してるんじゃないよ。とりあえずはおかしいな、村上くんがまだいないな。もう報告置いているのかな。だとしたら表情にいるとは思うんですけども、まあ、佐久間くんたちがちょっと帰ってくる前にもうちょい待ちましょうか。おかしいな佐久間くん兵力少なすぎたかな。お、いろんな武将が帰ってきた。ならば佐久間くん、君にはもう一度チャンスをやろう。みぞさん、あなたね軍学さありながら失敗するのは情けないぞ。もしくは敵の援軍でも来たか。それともどうだろう、 E が上の結構硬かったのかな。ならば次はもう一回佐久間くん、もうちょい面々変えてみようか。そうだな、信忠に稲葉さん、あとはね侍大将クラスで固めていこう。溝尾さんで丹羽長秀、これでどうだ。11000、前回よりもね多いよ。これで援軍要請とかできないんですね。あ、評論もあまりないね。まああとは指名伝達とか、あとは輸送させておくも、させておくので、準備ができるまではカットしていきましょう。さて、では細川攻め、準備が整いました。なのでやっていきましょう。面々はこちら、柿崎、津軽、本田、そして山田さん、やっていきましょう。軍馬出すのか、
1500を見ると多分山田さんが引きそうな気はするが、まあいいだろう。山田、頑張れよ。わざわざ1500機も上げてますから、消耗しないでほしいな。とりあえずは援軍どうしようか、浅井長政あたりに任せようかな。あ、援軍は出せぬ。あ、確かにね、そこそんなにね、絡んでいないからね、しょうがない。我が軍だけでこの坂本城落とさせていただきましょう。あ、本田さんが騎馬兵率いるのね。山田さん2000か、まあしょうがないな。あ、じゃあ山田さん1500に変えて1500で、本田さん足軽でも十分活躍できる、君はね騎馬のスキルが2あるんで騎馬隊、これでいきましょう。兵力はね未配置500いますが、総勢13500、相手は15500、かなりいい勝負ができるとは思う。沼田スキミスとかいるな。あとは和田コレバサ、あれ どういうことだ。細川家タッキーとかで、ね、いるんですけれども、どうやらいない様子。ならばそうだな、備え大将を狙わせよう。いや、どうだろう、まずは千の部隊狙わせようかな。私が兵力を減らして他の武将たちに倒させる、これでいきましょう。なんで和田コレバサと、あとは沼田さん狙っていきましょう。私は沼田を倒そう。いやー、後々にね津軽さんの参謀になる彼、あ、どうだろう、加えていきたいな、彼も欲しいな。まあ津軽さんは私の、まあ、部隊にもいますから、まあ何としてもね彼を加えて、まあ津軽さんの、まあ、参謀として立ち回らせてあげたいな、ね、結構かっこいいよね沼田さん。足軽組頭結構強いな、なかなか将来性のある、まあ、能力ではございますが、あ、さて私のターンだ。いいカードはないな。とりあえずは白攻めも、まあ水攻めも考えてはいこうかな。お、沼田さんギアを持っているか。だがこの3800の部隊を前にどこまで防ぎきれるかな。まずはお手内回復でいこう。お、なかなかやるね。どうだろう、特殊カードが出ないな。あ、これも君の策かね。あ、出ないな。あ、でも321が来た。一撃しか加えられなかった。あ、さらには相手の総大将、細川藤隆が来た。相手は4000もいるのか。これは部隊を倒すのは結構難しそうだ。で、敵の備え見ますと、強いね、連邦と弁舌がある。もしかしたら彼が加わると、あの本職に代わって外交担当になるかもしれない。あ、さらには武力がプラス10ある。あ、そのくせ剣術ないんですね。あ、彼結構剣術得意なイメージはあるんですけどもね。さて、まずは6号を読んで様子を見よう。あ、どうした、結構私一方的にやられているぞ。やはり城の耐久を減らす方がいいかな。細川くんが健在の状態だと他の部隊が細川くんに倒されそうな気はするんですよね。さあ、ならば士気でも下げよう。これで相手は次のターン攻防してくるはず。これで攻撃をしてくるようなら、まあ、敗走させてもいいんですよ。まあ、ちょっとじゃあ煽ってみようか。さすがに攻撃してこないとは思うが、だよな。士気が6の状態か。ならば私はまだまだ沼田さんを攻めよう。攻めながら相手の防御力落としていきましょう。あとは味方が敗走しなければいいんですけれどもね。いくらね武器を積んでいても敗走しては意味がないですからね。ね、山田君君は頑張ってくれたまえ。沼田さんは士気を上げようとする。ならばさらにバリコン、これでどこまで耐えるか。さあ、爆弾ポイ。士気がだいぶ落ちているな。この状態で攻撃してくるか、それともそれとも、あ、攻撃してくる、引き分けか。意外にやるよりだ。士気8か。まあ部下たちがやってくるだろう。細川さんは様子見か。ならば次は和田コレマサを攻めよう。和田くんカード持っていないんで、まあ、欲しいっちゃ欲しいんですけれどもね。
まあ、あんまりこうパッとしない感じの見た目と能力ではあるが、ならば爆弾を投げよう。相手は後部を使うか。543、これでどうだ。耐久は半分まで減っているか。999、どうしようかな。4ターン目か。まずは煽ってみよう。しかしコブで士気を上げてくる。さあ5ターン目、一撃加えさせてもらいましょう。お、柿崎やるな。結局細川さんは攻めては来ない。まあ、さらには和田これまさに追撃をかけていきましょうかね。さて津軽民信さんがどうやら、和田これまさ配送させた様子、あとは備え大小ぐらいか。まあ城の防御も38まで減らしている。兵力は我々が優先ではあるが、さて味方もどこまで耐えてくれるか。山田さん大丈夫かな。まあ彼が得意な牙を引きさせているんで、まあなんとか頑張ってくれているとは思うんですけれどもね。これであと300とか500だったらちょっと怒りますよ。さあ986、まあ、多分タッキーたちは多分退出中だったんだろうな。お、山田さん倒した。まだ955、兵力は3分の2を残している。あ、でも士気低いで大丈夫かな。お、本庄くん、お、グッジョブ。備前の神か、素晴らしい。さっき若さの森って言っていた気がするが、若さの神か。いや失礼しました。さて城の防御は24。まあまた1まで減らして部下に任せるのもありかな。もしくは伊賀上野に攻め込むのもありかな。もしかしたら筒井の援軍が来ているかもしれないですよね。シガサコンが来られたらね、さすがの佐久間くんでも厳しいかなとは思いますが、てかこの戦一回もカンパされていないな。もうあまりやる気がないか。さあ私はさらに追撃をかけよう。防御力を1まで減らして交代しようかな。あとは味方の部隊がどこまで粘ってくれるか。備え大将モブでも耐えるか。ならば888、1出ないかな。出ないな。まあ211というなめこをしていくか。耐久は1まで減らしているな。ならばそうだな、私は交代させてもらおう。おっと火矢を追いかけられた。お、津軽が備え大将を倒した。あとは様子を見よう。あ、でも他の部隊どうかな。軍団別情報で攻撃側、まだまだ山名さんも持っている。本田君も大丈夫か。ならばちょっと待機して様子を見よう。お、防御力がゼロ。では誰が落とした。おお、本田か。平八郎やるな。これで細川家が落ちた。あ、でも私が勲功第一か。山名君一番最下位か。お、自称ゲッチュ。さっき君どこいたんだろうね、ほんと。まあ、でもね、君は強いんで登用を試みる。まあハートが2あれば普通に入るだろうな。あとは沼田さんも欲しいな。助力を求める。さらには褒める。あ、そして大神倒す。よし、沼田さんが入った。あとは増田長森、内政系欲しいんですよね。増田君は親密度上げているんで、まあどの選択肢を選んでも入るとは思う。よし、和田君ね。まあいいや、君は時花と。で、あとは細川、藤高、彼は親密度マックスまで上げているんで登用していこう。助力を求め、そして褒めて大神倒す。よし、入った。ちょっと待てよ。あ、いいか、上のちゃんと落としている。素晴らしいぞ、やっと落としたか。あ、でも落としたよっていう報告はないですね。
細川さんがいる街をぶらついていろいろと散策しているのかな。とりあえずは武将で、じゃあ細川くん何を要求されるんだろう。どうせ君は芸術品が好きだとは思うか。あ、弁舌か。弁舌はやだ絶対に無理、厳しいかな。影勝はまだいない。ならば津軽さん、一応スキルはマックスにしたんでカードはくれるとは思うが。あ、また君も弁舌か、多いねあんまりね、私口は達者じゃないですよ。あとカードを手に入れていないのは、あ、このガモーとガモーか。サトイ君はいるんですね。そろそろいろんなカードがなくなってきたな。これで城に帰っていろいろ報告、お、いろいろ報告が返ってきてはいますが、修行は、お、ガモー君だけが剣術を覚えた。あとは兵糧で売却させて軍資金を手に入れてるんですけども、結局は家紋章を落として、あ、かなりのね、軍資金が入ったんで、あんまり兵糧売却は意味がなかったかな。まあ軍港稼ぎにはなったとは思うが、あ、さて、じゃあ坂本町はどれほどの貯蓄があるかな。あ、でもまあまあですね、軍資金はいただいていこう。あとは軍馬と鉄砲がちょこっと、まあこんなものか。あとは筒池、そろそろとどめを刺していきたいが、お、本田さんが昇格できる。あ、さらには官職か、誰に与えようかな。信盛はもう一個上、こっちに行こう。あとはね、上杉海勝、彼に官職をあげよう。若さの髪をあげよう。頼木はね、これ以上派遣できないんで、あとは細川さんとか六角さんを上司に、まあ、任命していくだけですけれども、今のところは主命伝達で、まあ、いろいろ修行でもさせていこうかな。細川さんはね、外交官として朝廷工作をやってもらおう。あ、勧誘なんてのもあるんだ。あ、いろんな浪人いますね。あ、最上義明とかいるんだ、仙台。あ、行きたいな、ちょっと様子を見に行こう。あと、あ、前田刑事とか、あ、この辺は引き抜きになるんですね。最上さんは、あ、伊達家になっているんだ、これはしょうがないな。さすがにね、北畑とかは無理だとは思うが。そうか、知っている武将も引き抜くことができるんですね。じゃあ親密でいくと、マックス、穴山信君、あとは八須賀五六、大久保長安、もしくは長安か。武田から引き抜いちゃダメでしょう。あとは九戸丸目さんとかいるんだ。そうだな、じゃあ五六をちょっと引き抜いてもらおう。あとは本庄君に、朝廷工作をさせましょう。お金はたんまりあるから、まあ1万貫で行かせよう。さて、まだね、主命の振り分けは終わってはいないんですけれども、ちょっと大和郡山に行って、水城一体どんなものなのか見ていきましょう。家臣はね、多分島左近と松倉くんぐらいしかいないですよね。ほら松倉くんどんな強さだったっけ。結構かっこいい顔をしているが、まあ、そこまで大したことはないか。あ、でも侍大将なら入れた時は多分足軽大将ぐらいで入ってくれると思うんで、一応金塊を渡しておこう。で、さらには芝勝武、まあ、あとは芝清沖だったり芝左近だったりするが、まあ、彼強いよね、本当牙が3あるんだ。とりあえず落とした時のことを考えて、今のうちに、まあ、ちょっと親密度さらに上げていこう。彼はカードを持っているんですね。で、連兵場に行って、あ、でも服部半蔵にね、実はここの城の、まあ、探索っていうかな、まあ、情報収集してもらってはいるんですけども、1万いるのかどうだろうね。位が低い武将がいるんで、まあ、それでもやっぱ1万近くは来るか。耐久は80ね、なるほどね。そうだな、結構ね、実はね、足軽組頭の、まあ、武将たちと一緒に攻めたいなって考えているんですよね。なので一旦しばらく様子見。お、ガモ君算術を覚えた。
表情の場を開いて指名伝達で忍びのスキルを持っているこの津軽さんに城破壊で、こちらの城で、あとは服部半蔵とか、あ、帰ってきてはいないかな、情報収集してもらってはいたんですけども、帰ってきてはいない様子、まあ、彼に城破壊をして耐久を落としてもらいましょう。あといるかな、忍びのスキルを覚えている武将、ソート、ソートで忍術を、竹中半兵衛とタッキーか、この辺もさせておこう。城破壊、まあ、スキルが1しかないんで期待はできないんで3000貫、あ、服部半蔵いるじゃん。じゃあ城破壊、これでどんどんこの山と郡山、まあ、耐久を落としてもらいましょう。まあ、服部半蔵とあとは津軽で十分かな。でここから主命の伝達で振り分けていきましょう。さてでは山と郡山攻めていきましょう。備え大将ね、自動にあるとね、うちへ牧前がいるんですけども、彼病なんですよね。あのね、無理して出なくていいですよちゃんと休んでいてくださいね。なのであとは森田兵で鬼子島、彼はね、鬼子島はまだ勲功ゼロなんで、ここで稼いでもらいたいな。あとは大久保忠相で鳥居元忠、これでいきましょう。足軽組頭ですからね、鉄砲はね今増やしている途中なんで、普通に兵力8000でいきましょう。さらには援軍要請、柴田くんもう一回来てくれるかな。あ、来てくれる、素晴らしいぞ柴田。この面々で大和郡山攻めていきましょうかね。さて大和郡山町まで来ました。でね、あの出陣したはいいものの、服部半蔵にあとは津軽さんに、まあ、城の耐久減らす、まあ、任務を与えていたのを忘れていたんで、この城の目の前で10日間ぐらい待機して煽ってはいたが、これは誰だろう、安藤さんか。でまあそろそろ準備もできたんで落としていきましょう。耐久はね50まで減っていますよ。さあ一体誰が落とすことになるのか。50ならすぐね、あの耐久1まで減らすことができるんで、あとはどの部隊が倒すか見ていきましょう。私はね柴さんが心配なんで彼を攻撃しよう。まあ彼を部下に加える前にねまずはお手並み拝見していきましょう。お、左近初っ端ヒアやるね。ならば巨球でお返ししよう。意外とダメージ食らうな。やっぱり耐久を減らしているっていうのもあるのかな。水攻めはまだまだ出ない。まあ彼ほどの武将ならカンパしてくるとは思うが、まず一旦目は様子を見よう。おっ、島私と戦うか、さすがだ。その息は見事である。だがこの3800の部隊を前にどこまで戦える。水攻め出ないな、もう出していこう。秘策を1個消費して水攻め、おい煽るだけかね、攻めては来ぬか。987、まあ、ここでこの後々殿となるこの私の実力示しておくのも悪くはない。おや、随分兵力が減っているぞ島さん。お、援軍到着。とりあえず私はさらにこの島勝武に追撃をかけよう。さあ士気がどんどん落ちているぞ。さらには火矢と爆弾でどんどん城の防御力を落としていこう。さあこれでどうだ、士気が20まで落ちているな。さすがに攻防してくるか。だがどんどん狙わせてもらおう。降伏勧告はせんぞ。となんとか耐えようとするな。城の防御力は19まで減っている。おっと危ないな。ふむ、島は落ちんか、耐えるな。ならば私は松倉を攻めよう。
田くんカンパするようにはあまり思えないが、あ、ごめん誤解していたよ。どうやら君の実力を私は見誤っていたようだ。ならば本気で相手をさせてもらおう。さあどんどん矢を追いかけるぞ。どこまで耐えられる。防御力は14まで減っている。ならば3つ攻めだ。これだとは爆弾を放り投げる。これで7まで減った。6、あともう少しかな。あ、でも6000まで兵力減らされているんだ。他の備えは大丈夫かな。とりあえずはどんどんダメージを与えていこう。お、カンパしてくる。やるね。ならばあとは通常攻撃で、いやどうだろう、ヒアでも変えてみようかな。これで3減らせれるんでギリギリボスだ。3つ目はこれ以上してもしょうがないが、まあ士気は下げれるからね。あとはどうだろう、待機するつもりなんで秘策で煽っていこうかな。次のターンも秘策で煽っていこう。これで他の武将たちがどう活躍するか見ていきましょう。お、鳥居が倒したか。備えを倒したんですかね。お、防御力がゼロになった。2番備え、騎馬隊、誰だろう。大久保忠世か、よくやったぞ。あ、でもやっぱり私が突き抜けていくんですね。まあでも皆さんよくやりましたよ。いや、生き恥を晒すよりかはね、私の家臣になってあのその部を示してみないか。さて島が入った。あとは松倉くん、今ハート2ですけれども、味方に加わるだけでも若干親密度は上がるんですね。まあ、筒井純慶くんはね、君は特に親密度上げていないんで死なすしかないんだ、申し訳ない。これで筒井家滅亡。いや、一気に3つ落とすことができたのは素晴らしい。まあ、ちょっと佐久間くんがちょっとしくったけれどもね。あとはもうちょっとね、勢力を伸ばしていきたいな。この姉が工事を攻めるのもありかな。まあ、彼もね、まあ、太古里四天ではね、なかなかね、この部下ができない大名として結構有名なんですよね。あとは波多野を攻めて、さらにはこの一式かな、せめて天子に備えていきたいな。朝倉君はね、まあ、我々を攻める、まあ、度胸なんてないと思うんであ、そうか、ここ本願寺もいるのか、ここら辺も攻めてみたいな。結構厳しい気はするんですけれどもね。じゃあ今回はこの辺にしましょうか。あとはね、城に帰って、まあ、報告を見た後表情を開いて、まあ、誰か昇格できる人はいないかな。お、いるな、大久保さんが昇進できる、素晴らしい。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではスラバダ。